品川シティバスケットボールクラブは日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは東京都品川区。B3 リーグ所属。故障は品川シティ。旧チーム名は東京サンレーブス。運営法人は東京プロバスケットボール株式会社。2012から13シーズンより BJ リーグに参戦。2020から21シーズンまでは 東京サンレーブスというチーム名だった。東京都を本拠地とする BJ リーグチームとしては2010から11シーズンまで23区内を中心に活動としていた東京アパッチが参戦していたが東日本大震災の影響等で活動休止となった。調布市を中心とする多摩地域を活動の中心とするサンレーブスは アパッチの活動休止後に別団体が設立した新規参入チームであり、アパッチの系譜を直接受けてはいないが、チームカラーは同一であり、チアリーダーも旧アパッチ専属だった東京ガールズプロデューサーの柳下洋子が引き続きプロデューサーを務めサンレーブスガールズを結成。アリーナ MC は2016から2017年シーズンまでは、 旧アパッチ時代に6シーズン勤めた MC 梅が担当2017から2018シーズンから現在は MC ラグ Z が担当している2020から21シーズンまでのチーム名であるサンレーブスは5つの夢を意味するこの5つの夢とはチーム理念である青少年の育成スポーツの振興地域産業の発展地域の活性化 感動あるエンターテインメントを指す。過去には多摩地域を中心に東京都内の各アリーナを転戦する形で使用していたが、アパッチのホームアリーナであった有明コロシアムや国立泳ぎ競技場第2位体育館は含まれていない。なお、アパッチでは神奈川県を呼び長野県でホームゲームを開いたことはあったが、多摩地域での公式戦は一試合もなかった。 2017から18シーズン以降は、同じく B3 所属の東京八王子 B トレインズの、ホームアリーノであるエスフォルターリーナ八王子や、林県のアリーノでもホームゲームを行っていた。2011年11月、調布市にて、FC 東京誘致に関わった、同志市民が中心となって、東京プロバスケットボール準備株式会社を設立し、BJ リーグに新規参入を申請。 2012年1月に承認され、チーム名も公募により3月20日に東京サンレーブスと決定した。同時にユニエー会社も東京プロバスケットボールクラブに解消した。BJ リーグ2012から13シーズン2013から14シーズン2014から15シーズン開幕のアウェー、埼玉戦で球団初の開幕連勝スタートを切ったが、結果的にこれが、 シーズン唯一の連勝となった。その後は18連敗を2度喫するなど低迷し、最終的に埼玉にも順位を抜かれて、リーグ全体再開でシーズンを終えた。2015から16シーズン B3、リーグ2016から17シーズン2017から18、シーズン2018から19シーズン2019から20シーズン、東京都社会人。 連盟2020から21シーズン B3 リーグ2021から22シーズン BJ リーグゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。モーストインプルブドプレイヤーリバウンドスティールブロックショット東京プロバスケットボールクラブに関するカテゴリーありがとうございます。